武行とは、平安時代から江戸時代にかけての武家における職名の一つ。武行人ともいい、職務を行う役所は武行所と呼ばれていた。元来、上司からの命令を報じてそのことを取り行うことを、報じ行うイコール武行するといい、動詞であった。その後、その担当者のことを言うようになった。律令法において、命令及びその文書は、上位の機関が口頭、または、 文書にて命令を発し、会の機関がそれを受けた上でその内容を施行するするものとされていた。ここにおける施行とは、現代の法律用語とはやや異なり、命令の内容を会の機関の担当者などに周知させるという意味で用いられていた。例えば、府などの命令文書が届けられた場合には成文に、会の機関に属する四等官らが文書の受理と内容の承知。 すなわち、武行した旨の初版を行ったのであった。平安時代、九時や宮中行事を司る臨時の職として、定められたのが初見であり、当初は責任者である、九行以下の官任を指したが、後には実務を担当する、倉人、弁官、劇などを指すようになった。鎌倉幕府成立以降は、幕府、守護、黒人領主の火星を司る職匠の一つとして、定められた。 幕府や守護大名が定める奉行職は、中堅幹部や理領としての性質が強かったが、黒人領主における奉行職の場合は主に領主を補佐し、火星を騒乱する宿老や、過労級の地位を指す場合が多い。江戸時代は幕府をもとより大名の領国支配においても、江戸時代中期以降、藩と称されるような官僚性的な性質の強い。 統治機構を形成するようになり、武行は幕府や大名下において上級幹部から下級幹部に至るまでその職名に多く採用されることとなった。一般には武行という言葉は重臣というイメージだが、赤楼市の内入りメンバーに二十石取りの武行職が多数含まれているように、実際には言葉の意味としては担当官以上のものではなく、 敬拝の武士がこの職名に認知されることもしばしばあった。江戸時代においては通常部署により町奉行や作事奉行のように奉行という使い方をするが過労補佐役もしくは過労相当職に単に奉行と称する過半級の役職がある班も少なくない。時代ごとの奉行の位置づけあるいは奉行が置かれた例を紹介する。 宮廷の儀式などに際して臨時に定められた役。鎌倉幕府が臨時、または常置して、政務を文章させた職名。例、鎮税奉行、守護人奉行後の守護大名室町幕府が臨時、または常置して、政務を文章させた職名。足利義満の死後、旧鎌倉幕府以来の奉行の家柄や、足利将軍家の不大家臣の家柄から構成された文官集団である。 武行衆が組織され、そこから武行人が選出されるのが定例となった。詳細は武行衆を参照。豊臣政権において政務を担当する者。五武行。江戸幕府や諸藩の上中級職名に武行が付く職名が多い。幕府の場合は以下の者の,のほか多数の武行職がある。一方で、仙台藩や藍津若松藩、米沢藩、越後長岡藩のように、 家老の補佐役もしくは家老職として単に武行と称する役職を置く藩も少なからず存在する。これらの職は戦術の武行と呼称する役職より格上であることが多い。仙台藩や越後長岡藩のように年寄りや中老と並立して存在している場合もあるが、柳川藩のように中老の全名の場合もある。現代の日本において、 比喩的な用法などで、武行の言葉が使われることがある。神社の祭礼において、その神社のうじ子、神社付近の住民及びその子女に、神事の一端に携わらせる場合に、その役名として用いられる。共同で料理試食する鍋料理を実質的に取り仕切る者を、俗に鍋武行ということがある。政界において、ある集団の最高幹部をひとまとめに名数として表現するときに、 武行ということがある。佐藤羽子武行、竹下花菜武行の例があるが、この場合は武行という役職につくわけではない。渡辺茂、日本古代文書研究史文学出版、2014年、ピアニッシも39から62。ありがとうございます。